America at home。 僕の部屋におかえり。 NCT127 ユータのユータ at home。 この番組は NCT127 のユータが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます。さて、僕もすっごい楽しみにしてました。ゲストが登場してくれます。僕ユータにとっては初めてのね、映画になるハイ&ロー、ザ・ワースト・クロスで共演、俳優宮間亮輝としても活動中の BE:FIRST の亮輝さんです。番組にお呼びしたいなと思っていたのが叶ってすごく嬉しいです。どんなお話が飛び出すのか皆さんお楽しみに。それでは今週の1曲目をお届けしましょう。 NCT127 でハートブレイカprogram is brought to you by Craft Boss。 NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さんへのお知らせです。僕ユータが月替わりのテーマに沿って今感じていること、皆さんに聞いてほしいことなどをお話しする動画、クラフトボスのアフタートークが4月から番組終了後にアップされています。見てくれたみんなも、今日初めて見るみんなも、ありがとうございます。4月は変化、5月は気持ちの切り替えをテーマに僕がお話ししていましたが、6月は新しいテーマで気ままにトークをします。皆さん楽しみに待っててください。皆さんとリモートで会話しているような、オンラインでつながっているような、そんな動画になっていますので、クラフトボスを飲みながら僕と一緒にお話ししていきましょう。詳しくはこの番組の公式ツイッターをチェックしてください。すっきりとした味わいが美味しいクラフトボスコーヒー、今ならラベルの QR コードから音楽が必ず聴けるキャンペーンも実施中です。仕事や勉強のお供に、合間に音楽も聴きながら皆さん飲んでください。このラジオの後、クラフトボスのアフタートークもお楽しみに。それでは引き続き NCT127 ユータのユータトームをお聴きください。
NCT127 ユータのユータアットホーム。 NCT127 ユータのユータアットホーム。今週のゲストは BE:FIRST のリョウキです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宮山リョウキです。 BE:FIRST のリョウキです。じゃあ簡単にこう自己紹介とかやってもらっていいですか。いいんすか、そんな自己紹介なんか。当たり前じゃないですか。あ、いいですか。僕あの BE:FIRST というグループの、メンバーであるリョウキというものです。そしてあと俳優として活動させていただいております宮山リョウキです。お願いします。僕あの NCT127 さんのファンでございます。リョウキはねドームツアーも、はい、来てくれて、はい、ね、で実は映画を一緒に撮ってその時にすぐもう意気投合しすぎちゃって、そう意気投合、ね、意気投合しすぎちゃって、うん、めっちゃ久しぶりなんだけど、うん、ほぼほぼ連絡してたよね。ねマジ本当ごめんね、遠距離恋愛って感じ。そう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 。しかも昨日も俺なんかドキドキするんだけどって LINE 送ったの、うん、そしたらあのゆうたくんが緊張しなくていいからねってラジオのことに関してそう言ってくれたんだけど、俺別にそれじゃなくてあの会うことに対してのドキドキだったの。かわいいか。全然ラジオはもう楽しみです。そうだよ、ね、会うことに対しての久々のあのなんかドキドキ感ね、うん、あの遠距離恋愛のね彼氏彼女が3ヶ月ぶりぐらいに会う感じだった、ね、そうそうユタヒョンに会えるっていうね喜びで、はい、今日は楽しみにしてました。よろしくお願いします。お願いします、ということでですね、ゲスト会恒例のね、うん、一問一答というのがあるんですけど、はい、でゲストのねリョウキと僕ユータが同じ質問に答えていこうと思います、うんうん、果たしてどんな結果になるか皆さんご期待してください。お願いします。それでは最初の質問、お互いの第一印象はどうですか。第一印象、第一印象か、あれだよねリハの時だよね多分。そうそうそう、大事なラストシーンのリハの時に一回あったんだよね。一回最初あったんだよね。そう第一印象、あそうそう、俺髪明るいと思ってたの。俺が俺的にずっとファンだったし、うん、あのビジュアルとかも今多分俺も明るかったから同じ色とかなのかな。だからハイトーンで例えば髪傷んでますよねとか、うん、なんかそういうところから話膨らませようみたいなことを考えながら楽しみにして会うのね。そしたらなんか真っ黒で来て、そう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 、監督に須崎は黒でしょって言われて染めますって、そうそうらしくて、そうそうそれを知らなくて、うん、だからそこの衝撃だったから俺、うん、あれ髪黒いんだけどっていう。しかもそれをなんか俺は誰よりも早く見れた、うん、なんか眼福感みたいなのに、そうあの襲われてました。そうだったね。でも俺の第一印象は、うん、なんか灰色のさ撮影現場ってやっぱりこう、うん、ちょっとさなんて言うんだろう、ビジュアル的にこう怖い人が多いじゃん、はいはいはい、だからその圧にちょっと圧倒されてたのね。あ、されてたの。実はね、あ、されてたの。そうなの。そう、されてたのね、うん、されてたんだけど、うん、唯一リョウキがさこう初めに喋りかけてくれたじゃん、うん、で、まあ、今となってはみんなこう親しみやすいんだけど、うんうん、一番初めにこう喋りやすかったのがリョウキで、うんうん、でなおかつ NCT127 のことを曲とかもさ全部見てくれてたじゃん、うんうんうん、すごいファンですっていうのを言ってくれてて、すごいこうわ可愛いって思ったのが第一印象。完璧じゃないですか。その答え何一応ラジオやってるんでね。あ、言うな、それ言うな、嘘っぽくなるだろう。こんな感じでね。いやいやいや、でもそうだね、確かにあの、うん、結構繊細で意外とだから逆に無口な人なのかなとか思ってたの。あっていう風に感じてたんだけど、うん、なんか意外と会ったら俺もめっちゃ喋るタイプじゃない、うん、でもそれは負けないぐらいの兄ちゃん的こうやさにやさにっていうか、どっちもツッコミだよね。そう、どっちもツッコミで事故っちゃうよ、ね、まあどっちもボケるから収集がつかないんだよね。そうなんだ、ね、そこがすごい衝撃だったかも。あな、だから親しみやすい、うん、あのだからずっと俺はもうヒョンって呼んでるんですけど、うん、もう本当に兄ちゃんって感じ。そうね、俺はねもう本当リョウキのことは本当にねもう自分の弟みたいな感じで思ってて、でもねなんだろうな、すごい元気で、うん、でも、まあ、たまにさこう楽屋でさ時間空いた時とかさ音楽の話とかさパフォーマンスの話とかさ、うんね、歌も歌ったりして、うんね、カメラ角度がこうでこう見せた方がアーティスト的にはいいんじゃないみたいな話もめっちゃしたじゃん、ね、覚えてる覚えてるよ、めっちゃ覚えてる。そうそうそう、両面なんか持ってるっていう感じがする。なんか2人ともそう、ね、なんか繊細な、なんか俯瞰的に、うんうん、あの物事を本質的に見るところと、あとはなんか何も考えずにその本当に天真爛漫で騒ぐっていう、なんか結構共通してる気がする。そう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 、だからそこが一番合うのかもしれないね。間違いないです。じゃあ続いていきたいと思います。はい、2人で遊ぶならどこで何をしたい。うわー、俺これ言わして。あ、ある。え、じゃあせーので言う。俺もある。え、じゃあ俺な、長めなの、長めなの。長めじゃあ言ってください。俺の決まりもんか。お願いします。あの、どこに行くかじゃなくて誰と行くか。おい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、さっきまでヒョン言うてたやん。
どこじゃなくて誰と行くかね。そう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 、そう。なるほどね。それならどこでもいいってこと、ね、どこでもいい。両基とならどこでもいい。それさ、言われた後俺何も言えないじゃん、俺。ちなみにどこ、何言おうとしてたの俺、海。かわいい。ドライブしたよ。ドライブして、あの、海まで行きたいんだよね。あ、いいね。で、食べ歩きしたい。島とかのさ。あー、結構あれね、自然系ね。自然系、自然系。しかも、もう今から夏じゃん。そう。行きたいね。好きでしょ？大好き。ほらね。あ、俺らだけの休みを作ってほしいよね。うん。ちょっとお願いしてる。お願いしてる。相当スケジュール、なんか過密なことになりそうだけどね。生じり合わせんのが。両基と遊ぶんで1ヶ月だけ。1ヶ月も遊ぶの。それマジで。怒られるよ、俺が。俺も怒られる。じゃあ、続いていきたいと思います。はい。撮影中で印象に残っているエピソード。めっちゃあるよね、でもこれ。いや、めっちゃあるね。エピソードっていうか、まあ、それこそあのヒョンとね、うん、ゆうたくんとね、一緒にずっと撮影してたことに、うん、そのやっぱずっと芝居を見てるわけですよ、うん、その中でやっぱ僕は本当に一貫してずっと思い続けたのがあって、うん、なぜこの人は芝居ができるんだっていうずっと俺はその疑問を持ちながら、うん、で何がすごいなと思ったのかっていうと、うん、やっぱ俺は結構喋るじゃない、うんうんうん、だけどその須崎ってさ、うん、全然喋らないんだよね、うん、意外と、うん、でもなんかやっぱお芝居って喋んない方がやっぱ難しいのよって言われたよね。言われたじゃない、うん、でやっぱその表情だけでそのストーリーに沿ったその筋の通ったやっぱ表情をしなきゃいけないんだけど、うん、もうそれがその何の疑問もなく腑に落ちるぐらい本当になんかあのちゃんとその表情をしていてストーリーに沿った流れで表情をしているから、うん、あこの人今こういう感情だろうなとかずっとびっくりしてたんだよね。すごいありがたい。でも俺思ったのが、うん、そのやっぱ須崎っていうキャラクターが、うん、やっぱこうちゃんと見えるのってもちろんね自分でも頑張ったんだけど、うん、やっぱこうアマガイっていうさ、うん、キャラクターがすごいインパクトあるじゃん。すごいインパクトあるじゃん。りょうきが振り切ってくれたからこそ多分、うん、こうしっかりこう関係値というかコントラストがそうそうそう、うん、やっぱ生まれたと思うし、うんうんうん、俺が一番印象に残ってるのは、うん、すごいあるんだけど、うん、りょうきさやっぱめちゃくちゃ今忙しいじゃん、うん、だから一回ほんとアマガイに憑依せずにアマガイになってきた時あったよね。もう疲れすぎちゃっててもう それがアマガイになってて、監督に、今日いいねってなんかやるせない気持ちになったけどねあれあの本当にね、まあ、グループの MV 撮影日の次の日で1日だけ都内に戻ってたのね、うん、でだけどその中でもやっぱもうその芝居しない時もアマガイが出るのよ。ロールスノイスでさバッて乗ってる時の顔すごかったよね。あれだって俺覚えてないもん。気づいたらカットかかってて「いいね!」って「オッケー!」って言われるから何が?みたいな。でやっぱ映像見てみるとすごくいいんだよね。すごい良かったよ。何個かあるからね、うわ涼希すごーって思ってくるんだ。まあそれはねみんなに劇場でね見てほしいですね。そうだね、ではここで一曲お送りしようと思います。じゃあ涼希曲紹介お願いしてもいい？はい、僕たち、セカンドシングルなんですけども、はい、まああのさよならっていうテーマなんですけど、さよならっていうバイバイって言葉って寂しく感じると思うんですけど、うん、それを BE:FIRST なりにあのポジティブに、捉えた楽曲になっているのでぜひ聴いてください。はい、BE:FIRST でバイグッバイ。この手伸ばせば届きそうな夢が目の前に見えてる。君とまだいたいな、もう詰め合う期待と不安まずかな、飲み干した初めての味がした。ずっとこのままじゃいられない、君がくれた憧れのかけらこと、したもう行かなきゃだって目と目があって言葉が詰まって何ためらってんのってね。君の瞳が遠いから答えたくて One, two, step 振り絞って歌う Oh, that's honest, baby。 だけどきっとバイバイだけじゃ終わない、夢を超えI'm not afraid to die.
ら次は君の番だぜ。進む先がもし曲がり角なら飛び越えて掴むぜ明日も。夢が照らしきらめかせる涙と胸のきしむ痛みすらありがとう、yeah. あと少しほんのちょっとって時の様子見よう。一番の注意ポイント気をつけなきゃね。求めらんないね動き出したね。運命ならいいね。 Hope this is our fate。 君の瞳が言うから伝えたくて One two step 振り絞って歌う Arizona Steve。 だけどきっとバイバイだけじゃ終わんない。NCT127 ユータのユータアットホーム、お送りしたのは BE:FIRST でバイグッバイでした。さて引き続き BE:FIRST の両機をゲストに迎えてお送りしていきます。続いてはね、お互いね聞きたいことを質問していこうと思うんですけど、ほうほう。僕ねすごいこう両機とずっとね撮影を一緒にしてた期間一緒にいて、うん、すごいストイックで明るくて、でこんなにスケジュールパツパツの中こうなんて言うんだろう、ムードメーカーみたいな存在だったじゃん。で誰にでも可愛がられてすごいこう親しみやすい涼希なんだけど、涼希、うん、がね悩んでることだったり、うん、あとはなんて言うんだろう、なりたい人物像っていうか、うんうん、っていうのはあるのかなって純粋に悩んでることは、あの連絡してもすぐユータと会えない。かわいい。これリアルに結構恨んでる。そう、俺ちょっと返すの遅い。レスポンス遅いからね。でもなんかでも返すときすぐ返してくるときもあるじゃん。うん。それがまたなんか俺やられてんだよね。うん。うわ、両機ポイント上げてくるなここで。なんでよ。やめてよ、なんか俺がわざとやってるみたいになってんじゃん。ね、でもねガチで結構最近の悩みは本当それかも。やっぱ他のさキャストとかはさ、うん、例えばあの北斗くんとかさ、あそうね。そうそう。そうこの前電話したもんね、一緒にね。タイミングが ねすごかったね。昼からビール飲んでたよね。おーい、飲んでました。飲んでました。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。しました。そう、あのまあ北斗くんと二人でランチとかしてたんだけど、うん、そのタイミングで急にゆうたくんからその電話来て、うん、テレビ電話したね。したね。した、うん、なんでだからなんかそういうのもまあ楽しいんだけど、やっぱ会いたいなっていう。でも涼希からほんとちょくちょく会いたい会いたいってくるからね。そうね、ほんとに日本ね入れる間またなんかご飯でも行けたらいいね。いやもう行こうよすぐ。本当に。ちなみに、うんうん、なりたい人物像ある？まあなりたい人物像、まあなんだろう、本当に尊敬する人とかもいっぱいいるし、うん、なんかそれこそあのいろんなアーティストさんとかいろんな役者さんとか見てきて、あこういうお芝居お勉強になるなとか思ってきたりしたんだけど、うん、結構一貫的にずっと思ってるのはなんか自分は自分でいたいなっていう、やっぱなんか、うん、なんかまあアーティシズムじゃないけど、うん、なんか様々なこう刺激を取り入れた上で、でも結局自分の核となる部分はやっぱブレないでいたいなっていうのがある。それ本当にね、あの嘘じゃなくて俺も毎回ラジオで同じこと言ってるね。そう、同じの似てるんですよ。結局ね、そう自分の核がブレるとね、そうもうどうしようもなくなっちゃうんだよね。そうなの。だから自分たちはアーティストとして役者として今そこに存在してるわけであって、うん、自分たちのその存在意義っていうのがやっぱそこで測られるから大事にしたいなとは思ってるね。さすが。いやいやいや。じゃあ続いて、はい、次は両機の番だぜ。あ、おうわ、何それ。絶対使ってくださいね今の。いっぱい聞きたいことあるんだけど、急にこうやって言われるとね、ほぼ聞いてるもんね。結構なんかもう本当にくだらない話から、うん、結構あのなんて言うんだろうね、ディープな話までしてるもんね。してるから、あじゃあ結構深そうで浅そうな質問していい？何でもいいよ。今日の朝ごはん何食べたとかでもいいよ。あじゃあそういう感じでいくと、その一日の大半って何考えてる？うんうん、一日の大半？なんかこれ結構おもろいと思ってる。それ何？休日それとも？いやもう結構それ含めてでいいんだけど、全部、うん、の最近ここ、うん、まああの1ヶ月半年1年何でもいいんだけど、うん、なんかずっとこれこの一日でなんか考えてること俺あるなって。意外と俺その考えてることが、うん、その人なんか悩みだったりとか、うんうんうん、逆を返せばまあ その願望だったりするのかな。なんかそんな気がするんだよね。うん、俺ね涼希のこと考えてる。もう好き。俺が言わせたみたいになってんじゃないか。
俺が言ってるよくのこと考えてた。本当かよ。本当かよ。ええー、もうそろそろね。そろそろ次に行きたいと思います。かずいわ。ええー、ように逃げたな、俺な。逃げたよね。ねうん、ということで、最後にね、あっという間だね、やっぱりリョウキと喋ってると。そう、足りないね。足りない、足りない。ごめんなさいね。ということで、あっという間にお別れの時間となりましたが、リョウキからお知らせがあれば、ここでね、どうぞ。ありがとうございます。BE:FIRST が誕生したオーディションの、最初で最後のライブ、The First Final を収めた、ブルーレイ&DVD が6月29日にリリースされます。そしてですね、僕たち、BMSG Fest 2022っていうものがですね、9月17日土曜日、そして18日、うん、日曜日の、に、富士急ハイランドコニファーフォレストにて開催されますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。ぜひ遊びに来てください。はい、ゆうたくんも来てね。僕も、うん、スケジュール開けといてください。開けてください、お願いします。2日ね、2日ね、はい、OK。 そしてもちろん僕たちが出演する映画ハイ&ローザ・ワースト・クロス、まだちょっと先なんですが9月9日公開ですので、こちらもチェックしてください。リョウキには来週もお付き合いいただきます。リョウキよろしくね。お願いします。お願いします。では続いての曲いきたいと思います。 NCT127 で Once AgainWe say hello 매일 더 해가 높아져 파도가 좀 더 높아져 말 없이 난 네 옆에 이 자리를 지켜왔는데 너는 알고 있었을까 내 맘 알고 있었을까 한결은 소나기 아울이 이때를 피할 빈틈 없이 젖어 들어가 내 맘 속에 나 둘 늘어난 내 맘 Yeah, yeah 정말 뜨거웠던 summer 딱히 말하진 않았던 느껴지는 바람 나는 네 눈빛을 보고 bummer 설렘을 한 순간 헤어지게 되었지만 바람 부른 날 여름 날로 내가 기억날까 P.S. 하나 더 얘기하자면 그때 예 그때는 우연이 아니었는데 All people call a love But I'll be calling you 돌아온 이 계절처럼 Let's go to the summer noon 한여름 태양 앞에 맞춰 서 있어 내 맘 속에 나 둘 늘어난 내 맘들 너를 위해 내게나 내게나 내게 Once again 내게 눈이 부신 만큼 오랫동안 기억되기를 Again and again and again 너와 함께 Once again Again and again and again 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 and again 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 and again NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインター FM だけのスペシャルコンテンツ。今月はクイッククイズです。二択クイズに僕が即答していきます。では早速いってみましょう。 Let's go。 1. 大きいのはどっち。 A. 100円玉 B. 10円玉。おお、 B. 10円玉。引っ掛
かけっぽかったなんか、2早いのはどっち、 A チーター、 B 馬。これも意外と B 馬だったりして。3遠いのはどっち、 A 東京から札幌、 B 東京から沖縄。B 東京から沖縄。はい、というわけで今週は3問中2問正解でした。それでは引き続き NCT127 ユータのユータドームをお楽しみください。NCT127 ユータのユータアットホーム、ユータアットホーム。今週の NCT127 ユータのユータアットホームいかがだったでしょうか。リョキどうだった。あの時間足りない。足りないね。早く、うん、とりあえずプライベートで飯行こうよ。はい、ということで、皆さんの声をこれからもどんどん僕に届けてください。メッセージはオーディナーにある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でユータアットホームです。それではお別れの時間となりました。 NCT127 ユータのユータアットホーム、 DJ は NCT127 のユータでした。そしてゲストはBE:FIRSTのリョウキでした。宮間リョウキでした。はい、次回も僕の部屋に、リョウキの部屋に遊びに来てください。バイバーイ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 。네마음이시키는대로말해뜻대로움직여도된다는말이야우리끼린달달하게팍팍 shake up 눈치따윈보지말고내가벗으란말이야걱정하지말고그냥팍팍 meet up 너만그래도돼못내그럼너의것이야내옆에놓고붙어있어봐 Like a sticker 내작품의주인공은너니까신경꺼너와나의역사만써내려가사랑한다말을내고낚여줘내맘은받아서왼손써뿌리말로세게붙인노래 I'm falling off난즉심이소붙이네 We'll put this all together I'm the sticker for your love 그니까 bowing down 뭐 들린다면바로대답해 Like baby yeah, yeah, yeah. 이끌리는느낌새 yeah, yeah, yeah. 뜨거워너의중력 yeah, yeah, yeah. 너무세게나게난리아주가리안해 This program was brought to you by Craft Boss. Dreaming like a boy 꿈을쫓는어른아이처럼말이야 Fall into my love my sugar hey. 들어봐봐이건절대입에발리말이아니야가져왔던내모든감정들은너맞이하기위한것네가보스란그말이야 내옆에놓고